全日本教職員連盟、英語、ナショナルティーチャーズフェデレーションオブジャパン、略称、NTFJ は、日本の教職員組合の連合体である。全日本教職員組合結成前は、全教とも略されていた。日本教職員組合の姿勢に疑問を抱いた、組合委員や教職員が1957年に、日本教職員団体連合会を結成する。これは、 日教祖の組織統一以来初めての日教祖以外の組合だった。内紛のため一部組織の分裂が起き、日本教職員連盟と新教職員組合連合に分立したこともあるが、1984年2月26日に大同団結して発足したものが、現在の全日本教職員連盟である。教職員を教育労働者ではなく、教育専門職と、 位置付けるとともに、全日教練自身についても、教職員組合ではなく、教職員団体という用語を用いて説明している。また、日教層、変更教育や政治闘争を行っていると批判し、教育の正常化を目指し、教育現場に特定のイデオロギーを持ち込まず、中政府編の教育を推進し、美しい日本の伝統と文化、 日本人の心を守ると歌っているが、全日協連の活動を支持する政党との関わりは保持するとしている。さらに、日本国憲法の全文を引用し、我らと我らの子孫のために、諸国民との共和による成果と、我が国全土にわたって自由のもたらす計託を確保し、政府の行為によって、再び戦争の参加が起こることのないよう我々は、国民として、 また教職員として名誉をかけ全力を挙げて、この崇高な理想を追求し目的の達成を願うものです。と日本国憲法の精神に従うことを宣言している。教育基本法の改正を全面的に歓迎した点では、日教祖、全教などの他の主要教職員団体と異なる主張を持っている。2011年1月発表の文部、科学省調査によれば、 同年10月1日現在の組織人員は2万1000余りで、組織率は2.1%、新規採用教職員の加入率は1.2%で、ある。2015年10月1日現在では1万9,714人で、あり、組織率ではほぼ横ばい、新規採用教職員の加入状況では、増加傾向にあるものの、加入者数は他の教職員組合と同様、 前言傾向にある。中でも栃木県教職員協議会の人数が最多であり、ほぼ半数の1万人程度が土地教協の会員である。シンクタンクは日本教育文化研究所、上田裕和委員長が慰安婦問題に関するアメリカ合衆国会に121号決議の全面撤回を求める抗議書に賛同者として名を連ねている。この抗議書は、 日本文化チャンネル桜の呼びかけによるもので、2007年7月13日に、中日アメリカ合衆国大使館にて渡された。ありがとうございます。